徳田武氏は、日本の政治家、元衆議院議員、医療法人、特集会理事、国土交通大臣政務官兼、復興大臣政務官、自由連合代表などを歴任、医療法人、特集会創設者で、衆議院議員、自由連合代表を務めた徳田虎は父。特集会副理事長で薬剤師の徳田秀子は母、鹿児島県名瀬市に生まれる。 大阪教育大学附属平野小学校、なぜ私立金井久中学校を経て、鹿児島高等学校を卒業。1991年4月に、帝京大学法学部法律学科に入学したが5年、在学して中退。2005年4月、帝京大学法学部に再入学するが、2007年に再び中退した。1995年から、父、 徳田虎尾の個人事務所に施設秘書として勤務する。2002年からは公設秘書を務めたほか、特集会グループの医療用品卸売業、株式会社インターナショナルビジネスサービス代表取締役社長に就任。2003年に結婚し、売借人は亀井静香が務めた。2004年、医療法人、特集会理事に就任。2004年から中間法人、 特集会副理事長、2005年から、一般社団法人、特集会副理事長、2009年から、医療法人、特集会場無理事及び、一般社団法人、特集会理事、医療法人、生産会理事。2005年、父、虎尾が2002年頃から発症した筋萎縮性、即作硬化症の療養に専念するために、正解委員会を表明したため、代わって、 武氏が第44回衆議院議員総選挙に無所属で鹿児島2区から出馬し、初当選した。同年、自由連合代表に就任する。2006年10月、鹿児島県庁で記者会見を開き、自身が代表を務める自由連合を離党する意向を表明。特田の離党により、所属国会議員数がゼロになった自由連合は、 政党女性法上の政党要件を創出した。同年11月の沖縄県知事選挙では自由連合は糸数稽古を推薦したが、武氏は国示日の11月2日に自由連合を離党して自由民主党、公明党が擁立した中井正弘太を支援し中井晋が当選した。2006年11月29日自民党に入党願いを提出。 特田の入党を認めたことについて自民党鹿児島県連会長の宮地和明は同年4月の衆議院千葉七区補欠選挙沖縄市長選挙における特田の与党への協力を一員に挙げている同年12月20日に改めて自民党に入党届を提出し正式に自民党に入党したこれにより鹿児島県の衆議院小選挙区は自民党が独占した 2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、保守王国の鹿児島県でも自民党が苦戦を強いられたが、自民党の鍛冶屋基人が2664票の僅差で逃げ切り、再選された。鍛冶屋は、鹿児島全県では、前回に比べて、得票数を減らしたが、特田の地盤である、奄美市や大島郡では、票を伸ばした。2008年6月5日、 高知会に入会。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、初めて自民党公認で、鹿児島2区から出馬し、民主党公認で出馬した、内越昭氏を下して再選。なお、内越は2005年の総選挙は、無所属で出馬したため比例復活ができなかったが、この選挙では、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、初当選した。 同年12月に第46回衆議院議員総選挙で参戦後、第2次安倍内閣の国土交通大臣政務官に起用されたが、一審上の都合により2013年2月に辞任した。2013年11月12日には、親族が選挙違反事件で逮捕される事態となり、同月13日に自民党へ離党届を提出し、翌14日に離党が承認された。 連座制により2014年2月24日に議員を辞職することを表明し、議員辞職願いを同日に提出2月28日の本会議で了承された。これにより、鹿児島2区からの立候補は2014年6月からの5年間は不可能となったが、2017年8月に衆議院小選挙区の区割りを見直す改正公職選挙法が施行されたため新しい。 鹿児島2区からは、出馬が可能となった。同年10月に執行された第48回衆議院議員総選挙への出馬も検討したが、現職の金子万事夫とを擁立したい自民党県連との調整を経て出馬を断念した。なお、この時点で、徳田は自民党の党籍を持っていることが報じられている。徳田は、同選挙では、 自民党元県議で無所属で出馬した林健事を支援した。普天間基地移設問題では、鹿児島2区に含まれる徳之島が2006年日米合意のキャンプシュワブ沖合の代替候補地に名前が挙がったことについて、徳之島への移設には反対の意向を表明。2010年4月、県外移設を模索する首相の鳩山幸男が、療養中の父、虎尾に面会し、 協力を要請した際には、会談に立ち会った。かねて、より TPP に反対している。自身のブログにもこれまでの日米経済交渉では、オレンジ、米、自動車、半導体など一つ一つで、厳しい交渉をしてきた日本が、貿易、金融、保険、知的財産、政府調達、医療、教育などすべての分野において、米国が定める経済ルールをすべて押し付けられ、 我が国は主権国家であるにもかかわらず何一つ決めることができなくなり、かとして次世代の子供たちは日本の国作りができなくなるということが本当にわかっておられるのでしょうか、と書き綴っている。また、特集会理事長は18年間特集会で働いていた徳之島病院の事務局長を TPP 反対集会に参加しなかったという理由で、 即時解雇を言い渡している。そのため、徳田武史と特集会を指した特捜部のバックには、米国がいるのではという憶測が出ている。2013年2月4日に、第2次安倍内閣の国土交通大臣政務官を女性問題の責任を取って就任後1ヶ月余りで辞任した。週刊新潮はその内容について、2004年に未成年の女性に対して、 順号館にあたる性行為を行い2007年に和解したものだと報道している。4日の記者会見と7日の答弁で官房長官菅義偉は特だから相手との関係で明らかにすることができないと説明があったとした。答弁は衆議院に予算委員会において民主党議員の前原政治が行った質問に対するもので8日には説明を求める申し入れが 女性金融有から行われた。2013年2月、資金管理団体、徳田武史整形研究会から、自民党鹿児島県、第二区支部へ2011年12月1日に行われた献金と同日同額が、支部から本人宛に寄付されていたことが判明した。資金管理団体から本人へ直接寄付をすることは、政治資金規制法違反なのでこれを回避するために、 迂回したのではないかと指摘されている。2013年9月17日、公職選挙法違反の疑いで医療グループ、特集会グループの東京本部と系列病院が家宅捜索を受けた。2012年12月の衆議院選挙に際して、グループが参加の全国の病院の職員、看護師に対して、鹿児島に区の特田の陣営に選挙運動をさせ、 報酬を支払っていた疑いが強まったためだった。2013年11月12日、東京地検特捜部と警視庁刑事部捜査第2課により、医師で株式会社、特集会社長を務める親族及び眼科医で、関連会社 GP ホールディングス社長を務める親族のほか、株式会社特集会経営企画室室長、 東京西特集会病院事務局長など各地の特集会病院事務局長3人が公職選挙法違反の容疑で逮捕された。容疑は2012年11月16日の衆議院解散後から投票日前日の12月15日まで特集会参加の病院などの看護師や職員を運動員として派遣するよう指示。報酬の支給を約束した上で 個別訪問やポスター貼りなどに従事させた疑いが持たれている。ありがとうございます。